例題を見てみましょう。元の IPA の記号があります。で、これを塗りつぶしてみます。囲まれたところはとりあえず塗りつぶしてみます。で、その塗りつぶしたところだけを提示します。そこから元の記号を推測してください。